言った今。さっきそこで挨拶しました。挨拶しました。はい。何をもってお前挨拶したのってこと思うね、それ。え、ね、何をもって挨拶したなんて言っとんのお前。なんでお前は挨拶したことになっとんの。お前なら俺それに気づいた。多分気づいてない。それ挨拶したことになるんだ。なるって分かっとんだろ。なんで座って言うの。なんで座って言うのって。自分が挨拶した。あ、自分が挨拶した。違うだろ。違うだろ。自分が挨拶したことにならんって前自分で言わなかったよ。で、なんで座って言うの。俺に挨拶しましたって、なんで俺何も言ってないの。俺何も言ってないだろう。ちょっとこっち来いって言っただけじゃない。で、さっき挨拶しましたってお前言ってきたよな。でも挨拶しても相手が気づいとらなかったら挨拶したことにならんっていうのはお前自分で分かっとんでしょ。だったらなんで俺にね、挨拶しましたよって何て言ってくるの。あ、分かるだろう。あのな、自分がしなきゃいけないって思っとることをしてないからお前そうやって自分から言い訳すんだろ。な、誰が来とろうがどんな時だろうが大事なことは大事なんて分かる。な、分かった。